はい、どうもあでです。今回なんですけども、ミスドの食べ放題ということで、約1ヶ月ぶりにね、ミスタードーナツを食べ放題に来ております。今回は新商品シリーズということで、ムゲットドーナツのローストアマニとパイシリーズを中心に、いろんなものをまたミスド好きなだけね、食べていこうと思います。お昼前に行った時点でこんな感じでした。黒マスクをつけた状態でいただきますと。まずは1段目ですね、向きが逆になっているんですけど、まずはさつまいもの蜜芋を食べていきます。実はさつまいものシリーズ、今回行ったお店ではたまたまだと思うんですけど、半分ほどしかさつまいものシリーズがなかったんで、今回は蜜芋をチョイスしてみました。この蜜芋のバター風味のやつがね、めちゃくちゃ好きなんですよね。間で王子を挟みなして、続いてはこちらポンデチョコデビルですね。前回の時も食べたと思うんですけど、ポンデチョコのデビルバージョンということで、なんかコスプレみたいなコーティングされたやつですね。もちもちとした弾力のある食感でチョコを楽しめるので、ポンデチョコ好きには多分ハマるような相性がいい商品だとは僕は思います。はい。そしてまたね、王子を挟んで、続いてこちら新商品ですね、チーズとチキンのトマト煮パイを食べていきます。こちらトマトソースで煮込んだチキンにカマンベールチーズクリームかなが入っていまして、温めた方が食べやすいかなと思います。この後ほど食べた時はそのままで食べたんですけど、チーズが固まってちょっと重たく感じたので、もし食べられるのであれば温めてもらって食べる方がいいのではないかなと思います。トマトソースのチキンがね、個人的には好きでしたね。そしてここから2ターン目に入ります。まずは真っ黒チョコネコを食べていきます。前回も食べたんですけど、この真っ黒チョコネコはチョコレートドーナツにチョコレートがコーティングされていまして、その中にホイップクリームが少し入っているという感じで、ホイップ少なめなので比較的まだ食べやすい商品ではあります。続いて新商品のムゲットドーナツローストアマニを食べていきます。アマという植物の種子なんですけど、アマニオリとかがよく有名なんですけど、その種ですね、なんか硬い生地、ムゲットした生地にこのローストされたアマニが入ってるんですけど、なんか食べてみて感想としては、タカピーチャンネルのタカピーコも言ってたんですけど、ゴマみたいでしたね。ゴマみたいな味で香ばしい香りはするんですけど、固めなタイプの生地でした。続いて同じく新商品の濃厚チョコレートパイを食べていきます。チョコパイと呼ばれると、やっぱりあの某 M のあれが三角チョコパイが、あ、言っちゃったが有名だと思うんですけど、この濃厚チョコレートパイは甘さ控えめな濃厚なチョコクリームが入っていまして、温めてもらったりもしたんですけど、そのままでも食べれるタイプの濃厚チョコレートパイでございました。続いては3ターン目ですね。まずはムゲットドーナツのレーズンを食べていきます。ここからは日付が変わりまして、新たな日でアテレコをスタートしていきます。ということで、今レーズン食べているんですけど、ムゲットドーナツの中では個人的にはレーズンが一番好きですね。レーズンしっかりと感じられますし、そのムゲットのドーナツの生地の相性もね、いいので個人的には好きな商品です。続いてはこちら、ハロウィンのピンクのフランケンを食べていきます。もっちりしたフルーツスティックにストロベリーチョコがコーティングされていまして、食感としてもアクセントにもなりますし、味変にも最適なこのピンクのフランケンとなっております。続いてはこちら、ホットセイボリーパイのバーベキューフランクフルトを食べていきます。こちらの BBQ はね、もうミスド食べ放題には欠かせない商品ですよね。ミスド食べ放題の時は味変としても大活躍するこのバーベキューフランクフルト、今回もね食べていきますよ。いつも毎回ねお世話になってるんですよね。このバーベキューソースとハーブが効いたこのフランクフルトの相性が良くて、そこにねパイのサクサクな生地がね相性良くて美味しいんですよね。相性いいってばっか言ってるんですけど、温めて食べる方が食べやすいです。続いてはこちら4ターン目ですね、ハロウィンのポンデチョコデビルを食べていきます。ここからは2回目の商品が出てくる形にはなってきますね。ポンデチョコデビルを食べているんですけど、皆さんはハロウィンシリーズとさつまいもシリーズも食べられましたかね。もし食べられた方はその中で何がお気に入りですかね。僕はさつまいもシリーズだと蜜芋バター風味で、ハロウィンシリーズだとポンデチョコデビルが一番のお気に入りでございました。はい。続いてはこちら、ムゲットドーナツのオリジナルを食べていきます。俗に言うプレーンバンジョンですね。レーズンとかいろいろあるんですけど、まあ、原点で頂点という感じで、ムゲットしたドーナツの食感であったり生地の美味しさを楽しみたい方はこちらのオリジナルがいいかなとは思います。続いてはこちら、濃厚チョコレートパイを食べていきます。このターンは多分ねそのまま食べておりますね。この濃厚チョコレートパイは名前にある通り濃厚なチョコレートな上にパイの比率が結構高いので、甘い系のチョコレートパイを求める方は少し違うかなって感じられるかもしれないんですけど、個人的にはビター派なのでお好みな濃厚チョコレートパイでした。続いてはこちら、5ターン目ですね。まずはダブルチョコレートを食べていきます。最近だとね食べる機会だいぶ減ったんですけど、小さい頃はねめちゃくちゃ食べてましたね。
小さい頃ダブルチョコレートめちゃくちゃ好きなんですよね。今も好きなんですけど、このしっとり濃厚な口どけで美味しいんですよね。ただ重たいのでそんなに数は食べれないかなと思います。続いてはこちら、ハロウィンのピンクのフランケンですね、食べていきます。このもっちりとしたフルーツスティックのピンクチョコとの相性が良くて、もう酸味としてもいい感じですね。続いてはこちら、バーベキューフランクフルトを食べていきます。バーベキューフランクフルトに関してはほぼ毎回食べているので、もう言うことがほぼないんですけどね、このバーベキューフランクフルトがいなかったらもう食べ放題なかなかね苦戦いつもしていたと思います。それぐらいね重宝させていただいているこのバーベキューですよ。毎回お世話になっております、本当に。そして5ターン目完食しましたね。そして今からは6ターン目、もう後半戦ということで、麦とドーナツのローストアマニを食べていきます。こちらは2回目ですね。このロースのアマニはなんかゴマみたいって言ったんですけど、本当にゴマみたいで結構ボロボロ崩れるので、崩れるというかこぼれやすいですね。だからそこはね食べにくさはちょっとあるかなと思います。続いてはこちらチョコリングですね。イーストドーナツシリーズですよ。イーストシリーズチョコリングも春ぐらいにリニューアルされてからよく食べますね。以前よりも僕的にはチョコリングは美味しくなったかなという印象なので、食べ放題の時も今回もちょっと息抜きということでね1個食べました。そして続いてチーズとチキンのトマト煮パイですね。これは温めずに今回食べたんですよ。なんかラストオーダーどれぐらいにしようかなとか個数を考えてたので、とりあえず温めなかったんですけど、これは本当に温めた方がいいです。チーズが固まって重く感じるので温めることをお勧めいたします。はい、噛みながらもね安定の絶望的な滑舌ナレーターでお届けしておりますが、続いては7ターン目ですかね、ハロウィンのポンデチョコデビルを食べていきます。食べるたんびにポンデチョコ復活してほしいなと思ってしまいますね。続いてはこちら蜜芋ですね。このねっとりしっとりホクホクした食感がねたまらないんですよね。この蜜芋シリーズも好きなんですけど、蜜芋バター風味がねまた食べたくなってしまうような感じでしたね。また多分食べようかなと思います。そして続いては濃厚チョコレートパイですね。こちらも3回目かな、3度目ましての濃厚チョコレートパイなんですけど、今回はね新シリーズということで、これがね一番のお目当てといっても過言ではなかったので、しっかりね3個目も食べていきました。カロリーを見ていただけると分かると思うんですけど、かなりカロリーは高めなので、そんなに個数はちょっと食べづらいかなとは思います。そしてここから最後のターンですね。実はもうラストオーダー13分前とかだったので、まだ行こうと思ったら行けたんですけど、この日は状態的にもやっぱりこれぐらいかなっていうところもあったので、この8ターン目でラストオーダーにしました。はい、ということで麦とドーナツのレーズンを食べているんですけど、やっぱり各ターン3個までだと時間的にも8ターン9ターンぐらいが限界かなっていうのを思いますね。多分前も言ったと思うんですけど、一ターン6個だったら30超える可能性も、まあ、もしかしたらあるのかなっていうところなんですけど、カロリー的にはやっぱり7000前後でいつも計算して撮影とかもしているので、24から27ぐらいかなと思いつつ、一回30個超えの世界も見てみたいなとは思ったりはしますね。そしてバーベキューフランクフルトを最後に食べているんですけど、今回は24個完食するということで、久々に食べて、やっぱりミスド食べ放題って本当にコスパ良くてありがたいので、これからも多分新シリーズが出るたびにお世話になるかなと思います。そして無事にね完食していきました。変わらないもの探していた、あの日の君を忘れはしない、時を越えてく思いがある、僕は今すぐ君に会いたい。